メルキオール・ブルーデルラムは初期フランドル派の画家。イーペル出身と言われ、1381年から1409年にかけてブルゴーニュコー・フィリップ・ニセイランに仕えていた記録が残されている。ほぼ確実にブルーデルラムの作品であろうと考えられているのは板に描かれた祭壇画のわずか1作品だけで、西洋絵画史上その他のブルーデルラムの作品は確認されていない。 ブルーデルラムは、キャリア初期に長期間イタリアに滞在している。イタリアで空間の表現手法と、トレチェントの影響を受けた、立体表現等を身につけた。1381年から、フランドル派・ルイ2世とブラバンと公爵家の宮廷画家となり、ルイ2世が死去した1384年からは、ルイ2世の娘婿で、後継者のブルゴーニュ公フィリップ2世に仕えた。 ブルーデルラムはイーペルを拠点に活動していたが、北部フランスのダンにあった、現在は残っていないフィリップ二世の城の装飾に大きな役割を果たした。ヤンファンエークのような他の宮廷画家と同様に、1387年に、まずフィリップ二世の近字の地位を与えられ、1391年には宮廷画家に昇進した。フィリップ二世の長男で、 後継者のブルゴーニュコージャン一世にも引き続き、使えたが、1409年を最後に、ブルゴーニュクゲの記録からは姿を消しておりその後の、消息は伝わっていない。シャンモル修道院祭壇画の右パネル、神殿方剣とエジプトへの逃避。 フレームを含んだサイズは 167cm、X125cm、ブルーデルラムが手掛けた、現在残っているおそらく最後の作品が外側に2枚の翼を持つ板に描かれた祭壇画である。フィリップ2世がディジョンのシャンモル修道院のために作らせたもので、両翼の内側に彫刻家、ジャック・ルベアズによる詳細な解説が彫刻されており、外側には 金箔が貼られて、ブルーデルラムの手による絵画が描かれている。現在は、リジョン美術館の所蔵となっており、フィリップ2世によって同時期に発注された別の祭壇画と共に展示されている。こちらの祭壇画にもブルーデルラムによる装飾と絵画があったと考えられており、外側に彫刻された人物像にブルーデルラムが彩色をしたとされているが、現存していない。 当時のギルドの規則では彫刻家と画家はそれぞれ別のギルドに所属する職人が担当することになっていた。左パネル、受体告知に描かれているアズマやブルーデルラムの油彩の表現手法はロベルト・カンピン、ヤンファン・エークラ次世代の初期フランドル派の画家たちに大きな衝撃を与えた。2枚のパネルはそれぞれ旧約、新約聖書のエピソードに関係する2つの場面で、 構成されている。左側のパネルには受胎告知と聖母のエリザベト訪問が、右のパネルには神殿方圏とエジプトへの逃避が描かれている。どちらのパネルも一つは背景に広大な風景が描写された構成に、もう一つはアズマヤ風の小さな建物を覗き込んでいるような構成となっており、これはイタリアの絵画に影響を受けたものである。 この祭壇画で使用されている遠近法は完成されたものとはほど遠いが、高度な手法で表現された光と影はこの絵画に奥行き感を与えることに成功している。写実的に描かれた聖ヨセフの表現は初期フランドル派の特徴と言えるものになっていった。空は金色に塗られているが、左のパネル、聖母のエリザベト訪問の上空には一羽の飛翔する鷹が描かれており、 色とは関係なく本当の空を表現していることを意図している。同じく左のパネル、受体告知のあずまやは、ロマネスク様式とゴシック様式を混合して描かれ、これはおそらく旧約聖書と新約聖書とを対照的に表現するための絵画的具意表現で、後にファン映クやその後継者たちによって使用される手法となった。この祭壇画は、 当時の国際ゴシックの様式が非常に多く表現されているだけではなく、新しい自然主義とブルーデルラムの後に続いた初期フランドル派の画家たちがさらに発展させた偶意表現の到来を告げるものだったと言われている。ディジョンの祭壇が以外にもブルーデルラムかその工房の作品ではないかと言われているものはあるが、研究者たちの見解の一致を見ていない。 特に、もともとシャンモル修道院にあり、現在は、アントワープとボルチモアに所蔵されている2枚の祭壇画は、幾度もブルーデルラムの作品であるとされてきた。しかしこの祭壇画の6つの場面を描いた絵画は、その人物描写や様式から見て、ブルーデルラムではなく、マース側やライン側流域で発展した、ロマネスク様式の作品であると考えられる。ありがとうございます。